福田博士は日本の工学者、プログラマ。学位は工学博士。北里大学一般教育部教授、大学院医療系研究科教授。1961年に東京都新宿区にて生まれた。電気通信大学に進学し、電気通信学部物理工学科にて学んだ。1984年に大学を卒業すると、筑波大学の大学院に進学した。 工学研究科物理工学専攻にて研究を進め、1989年に博士課程を修了した。この時、工学博士の学位を取得した。学位論文の名は、低エネルギーイオン、原子衝突の理論的研究。大学院修了後、科学技術庁の基礎科学特別研究員として、理科学研究所にて勤務する。1991年、 静岡県立大学に採用され、経営情報学部経営情報学科の助手として着任した。以来、同学科にて、講師、助教授、准教授を務めた。また、静岡県立大学大学院では、経営情報学研究科経営情報学専攻の、講師、助教授、准教授も兼務した。2008年、 北里大学に転じ、一般教育部基礎教育センターの准教授に就任した。また、翌年より、同大学の大学院にて、医療系研究改良工学群の准教授を兼務している。福田による、順天超衛星の傾斜角45度、離心率0.1の軌道のムービー専門は、物理工学や情報工学であり、色彩情報処理、三体問題。 理算機科学といった分野を研究している。だが、自身の研究について、計算機を道具として、工学、理学書問題に取り組んでいきたいと述べるなど、工学から理学にかけて広い範囲をターゲットとしており、著書も、情報工学関連だけにとどまらず、理学や、数学関連の書籍も上司している。具体的には、色彩、図形、画像などの情報処理を研究しており、 色彩情報処理については、色覚のシミュレーションや、特性の測定といった研究に従事している。色覚に関する検査方法やシステムにおいて、複数元の特許を有する。図形情報処理については、タイリング、アイソヘドラル、再起曲線、コスパー曲線などが主たるテーマとしている。画像情報処理については、リモートセンシングの研究に取り組んでおり、村上敦志、 植松正吾、勝谷光明と共に、静岡リモートセンシンググループに参画し、地球観測衛星からのデータに対して、多次元画像処理や統計処理を施すことで、他の研究に資することを目指した。また、多体問題の中でも三体問題の数理を研究している。日本の順天町衛星システム計画を、はじめ、順天町衛星で用いられる八のあざき道についての、 研究やコレオグラフィーについての研究を行っている。またソフトウェア作家としての顔も持ち、自作のソフトウェアの一部はベクターのウェブサイトにて公開している。ありがとうございます。